ねえ。何？これベニチゴ。あ、そうそう。そのベニチゴが評判がいい。すごい可愛い。これが。これあれですよ。百均で買ったやつ。これ百均で買ってこれ植えてね。あるある。うちにもある。売ってるでしょ。だからやっぱ詰めるといいね、こう、こう本当はこう縦伸びするでしょ、こういうふうに。だからあの下の方でこう切って、でスペースに刃差しでバーッと置いとくと、こう刃差し結構出るけん。そうするとこうなります。よくわかんないですよ、いつの間にかなってるから。かっこいい、かわいい。あ、グリーンサンタさんのやつやね。なんかそれちょっと影の方がいいみたい。モリモリになった。モリモリね。タックスどれ？あ、そうそう、それはあのあれね、グリーンサンタさんからもらったやつ。これがこうサンタさんのこうマークね。こっちリエールさんが多いんだな。だからやっぱあれですね、ここまではいいんですよ。こっから奥になるとやっぱね、日当たりが足りない。ほんのちょっとですよ。だから三段の棚とかかっこよく見えるじゃないですか。実質は有効面積はここは全部あるけど、ここはここまで、ここはここまで、だから平で作るのと一緒なんですね。有効面積は変わんないです、結局は。だから奥に置いてないでしょ、僕。置けないんですよ、徒長するからね。うちもあの真似して、はい、うち主人が作ってくれたんですけど、こんな風に斜めにこうしてくれなかったので、奥は斜めにしないとダメです。ダメですね。でこうやっぱこの棚の間は最低限50センチいるんです、これが。ちょっと高くしてくれたおかげで見えない。私小さいから、低くして。だからこれでもちょっと本当は高いんです、根位置がね。もっと下げていい。で、この軒をもっと出したい。で、自分の背の高さより高くすると、雨降りの時に自分が隠れれるけん。雨降りでも作業がしやすいでしょ。だから、そこら辺はやっぱあるね。先生、屋根は後ろ下がり。後ろ下がり方がいいわ。こうなると、自分に雨も当たるし。バッチャンバッチャンになっちゃうね。してね、屋根が見えるとかっこ悪い、汚れるし。あの綺麗にしておけばいいんですよ。汚ねえですよ。苔がつくでしょ。だからトタン屋根とかやったらね、それも味があるけど、あのかっこいいのはこうなんつうの、あのかっこいいのは合理的じゃないね。だいたい逆やね。こう斜めにして下にこう水が行く。でここら辺が今度はね、たくさんないとかね。ここがおらいさんとかね。ここまあいろいろこう混じっちゃう。足が上がってないよ。玄関前もありますよ。玄関前も。玄関前もありますよ。玄関前。こういう状態を全部抜かれるんやけどね。せっかくやったのに。これとかいいやろ。これね、フレームとかかっこいいでしょ。群生して、でこれセフテンバーも好きなの。綺麗。ね。人とかよく見えるっちゅうね。サンバースト。サンバースト。石化だよ。もうすごいでしょ、こう気根が。ね。ラタムとかやっぱ日が当たるとやっぱこうね、肉厚に焦げになるけん。うちのラタム葉がこう長いもんね。だからやっぱね、日が足りないか、水のあげすぎか。
やっぱり歯がヨーヨーっていうか日光によく当たる歯っていうのは肉厚になれるんです、うん、で肉厚になるけん歯の長さも短くていいんだから多分日が足りてないか、うん、か水のあげすぎかっていう日が足りてない可能性のが高い、うん、それもちょっと動画で言おうかなと思う。こうヨーヨーと陰陽のその差で出る歯の形の違いかなんかはね、うん、だからなんか綺麗育てよりちゅうけど環境がしてるだけで俺がうまく上手いわけじゃない多分そういうことではない。そうそうそう、いやいやいや、たまたまここに住んでよかった、うん、そんなんやな。あとこれがあれね、ちょっとだいぶこれがしけったぐらいこう影になったけど、これがだいたい流し台で、これカバーつけてるだけなの。でこっから空気入って、そこ下のコックからね水が出る、うん、だから中にこっからパイプ通して酸素が供給できるんですよ、うん、ここの穴からパイプをまっすぐ持っていって、パイプにいっぱい穴開けてるんですよ。そしたら植物に酸素が行き届くでしょ、うん、だからそうしてる。で水はコックから抜けるけ、下のコックがあるでしょ、あっこにここに、うん、あれから抜けるけ、うん、まあちょっと今伸びすぎですけどね。そんなんやな。一番やっぱやね、愛用とかでいいのはやっぱこの黒星錦が一番綺麗やな。これが一番綺麗。ちょっと今ねここに置いちゃうけん形が良くねえけどな、うん、風がねやっぱ結構うちは吹く、うんうんうん、だから外で動画が撮りにくい。すごい風が入る。じゃあそろそろ2階のベランダの方に。いや、あらが見えますから。あらが見えますから。師匠、これは一体。え？これは何ですか？これ？ああ、それ、あれね。ハロウィン。ハロウィンよ。すごい。これがほら。日立のコマーシャルっぽいよね。うん、このそうそう、これ出しましょうか。これね、うん、大丈夫大丈夫。これを出しましょう。え、ちょっと待って。どれ？これこれ。どれ？あ、これあれよ。フロリーなんとか。アトミー？いらんこと今日本当名前忘れるじゃないですか。プラリフ。あ、プラリフェラかね。何やったっけ？こっちにあるよ。すぐ忘れる。プラティフィラや。そうそう。それはものすごく増えやすいですよ。これこれこれ。もともとこれ。もともとこれ。全然違う。これがさっきみたいになるけん。これが、これが。これがこれやな、だからちょっと水不足でしょ、こういうとこはね。これはだけ1個これ買うとかなり増える、うん、これはいいですよ、なかなかいいですよ、うん、こうプラティフィラ。いや、これどんどん増えていく、うん、増えていく。だってこれも買った時はこの 2,3 個やったんですよ。けどあっという間にこういうふうに全部埋まっていくから、これ結構面白いですよ。増やし上手。こぶくんよね。こぶく。うん。誰がしてもこぶくと思う。誰がしてもこぶくは。悔しさっていうか。うん。車違うともう四十郎先生だからよ。ここまでキュッてできない。これよくないですか、これ。セフテンバーも。俺それ気に入っちゃうの。ねえ。